感触的にはどうだったんですか、その、まあ、祭りをちょっと追いかけ、いや、全然分かんなかったですね、はい、そんなに踏み込んでいくような流れにもならなかった、ならなかったですね。1年間経ってみてどうですか、オールスター平良から。そうですね、まあ、去年はすごくいい感じで走れたんですか、気持ちの入り方も全然違かったですね。初めてシューズも試したりなんか結構1か8かみたいな、はい、そうですね、ロッキーです。精神面もあると思うんですけど、肉体的にはどうなんですか。いや、もう、まあ、今回は被災して、はい、もう環境慣れない中で、まあ、今年は諦めてる感じがあるんで、まあ、来年慣れてどうかな、まあ、やって慣れてきたんで、まあ、いい感じになってきそうですけどね、これからずっと。それこそまたその去年の段階のイメージに戻してるような感じですね。はい。自転車をすごい試したり、はい、してて、いや毎回してるんですけど、たまたま成績悪いからそういうなんかみんながあれですけど、まあ、僕自体は変わんないんで。フレームとしてはやっぱりさらに進化してるというのがなんか見えてるんですか、違うメーカーで。全然見えてないです。見えてないんですけど、試したいことをまずやってみて、あとそこからいいものを。やれることまず全部やって、うん、やんないのが一番僕嫌なんで、うん、はい、やってみて。ありがとうございます。シャイニングサーションはまた出し切るような感じの、はい、出し切れればいいですけどね、うん、頑張ります。バンクレコードみたいなのまたこうドーンと出してもらえると楽しみです。無理っすね来年あたり出します。はい、微調整サドルとハンドルよりいいところを出してます。本当はあとちょっとずつぐらい、まあ全然現状に満足してないので、はい、やるしかないですね。今日はもうローラーばっかりですか、朝とか。朝もう外乗れなかったんで、あの、はい、もう明日っていうか走る時間っていうかに合わせて、まあしっかり体を動かしてます。良くなりそうな感じの調整。まあそうっすね、もう悪くはなんないんじゃないですかあれ以上、はい。その初日の段階で少しちょっと違和感があったんですか。もう少し良くなった。いや、もう今まで完璧と思ったことはないんで、まあ常に上を目指して頑張ります。戻ってるところはまたやっぱり結果と結びつけて。そうですね、結果がついてくれば一番いいんですけど、まあ徐々に焦らず頑張ります。確かに今まで積み重ねてきたものがそんなにバッと崩れるわけないですからね。そうですね、まあ今まで良かった時もそれがマックスじゃないと思ってるんで、まあ、それ以上目指してこれを繰り返して続けていってる、はい、それが理想です。え、永遠に終わらないですもんね、競輪の。競輪界は本当そういうもんなんで、本当にゴールとか答えとかないっていうのは、ね、そこで諦めた人は終わりますよ。うん、はい、またさらに今回、はい、頑張ります。はい。